こんにちは、ゆきです。今日はね、じゃん、 NMB48 の、僕以外の誰か、こちらを買いました。はい、こちらはですね、12月28日発売の NMB48 16枚目シングル僕以外の誰かですね。僕が買ったのがパート、じゃない、パートじゃない、タイプ A とタイプ B、 こちらの2枚を買いました。はい、今回で16枚目ということでですね、まあ12月28日、もう今年あと3日で終わるっていうね。はい、まあちなみにこれね、28日って言ってるんですけど、予約をしてたのでフラゲしましたね。フラゲできました。なので今日撮影日当日は27日です。だから明日なんですけど、まあ28日ということでね、もう3日っていうね、28日の発売日を入れなかった後3日で終わっちゃうっていうね、まあそんな日になりましたよね。でまあ今回のね、まあ話を戻すとして、こちらの僕以外の誰かなんですけども、タイプはですね、僕が買ったタイプの A、B 以外にですね、 C と Dプラス劇場版っていうことで、だから、お店買いのが4タイププラスあと劇場版っていうことですね。はい、まず中に入っている曲関係なんだけど、メイン曲、まあ簡単にね言っていくと、メイン曲は、さっき言った僕以外の誰かなんですよね。で2曲目まで一緒なのかな、うん、2曲目まで一緒で、3曲目のカップリングからタイプによって違いまして、タイプ A だとチーム N のメンバーっていうか、まあ、チーム N のグループっていうのかな、チームでっていうのかな、歌ってます。でタイプ B になると、チーム M のチームで歌ってますね。はい、でタイプ C だと、チーム B2 のチームというかグループで歌ってますね。はい、でタイプ D になると木下さんの、ソロ曲になるということです。はい、で、劇場版がなんか研究生で、歌っているというものになるみたいですね。はい、あとはミュージックビデオ、 DVD のミュージックビデオが、入っている DVD 版、まあ全部入ってるんですけどね、 DVD は入ってるんだけど、タイプ A と B、 あ、まあね、今回なんで僕が AB で買ったかっていうと、別に A と C とか C と D とかでも何でもよかったんだよ。だけど今回まあ A を買ったから、 A を買おうと思ってたので、A の、ミュージックビデオ以外にね、最後の特典映像のところに、前編と後編で、タイプ A で前編、タイプ B で後編みたいな、続きものっていうのかな、特典映像の、うん、それが AB だったので今回 AB にしたっていう、まあ、理由の一つなんですよ、うん。でまあ、さっき言ったように当然のことながら B は、後編の特典映像で、 C に関してもなんか僕以外の誰かのメイキングビデオだったりとか、タイプ D になるとさっき言った、なんかソロで歌っている木下さんのなんか劇場のなんかみたいなねのが入ってるみたいな、はい、ものになります。はい、でまあここまでちょっとすんごい、なんか今年最後じゃない、もう間近、今年終わり間近なのにもかかわらず、もうかなり簡単に言ってきちゃってるけど、ジャケット写真はね、僕が買ったタイプ A と B 以外のジャケット写真、ここに貼っときます。まあこれも一緒に貼っとこうか、買った AB もね、こんな感じであって一緒に復習という意味で貼っときます。この辺にポーンと貼っときます、一緒にパチッとね。はい、はい、でね、今回の、僕買った特典、店舗特典っていうのがあるんですよ。 A と B、 ヤマダ電機で買っていて、AKB だとその店舗によって全部、写真がこの店は何、この店は何っていうものなんだけど、 NMB の場合なんかね、僕はヤマダ電機で両方買ってるんですけど、その CD のタイプごとによってなんかついてくる写真も違うと。で僕が買ったのがタイプ A とタイプ B なので、こちら
こちらの、店舗特典がついてきました。はい、2種類ですね。はい、ではめっちゃ簡単に言ってきちゃったけど、まあ早速ね、開けていきましょうか。ちなみにタイプ A からいきます。これタイプ A だよね。うん、OK。 こんな感じ、裏はこんな感じ。うん、じゃあちょっと開けますね。いきます、いきます、オープン。じゃらりらりん。はい、まずタグ、タグの裏になんかまた入っている。これなんか NMB はよくここに入ってるんですよね、内側にね。うん、じゃあいきます、オープン。ドゥルルルルー。おお、ちょっといいですか。あ、CD には、ホワイトレーベルに黒文字で僕以外の誰かと書かれてますね。まあ、こちらにはまあこれ、いつもと同じ、なんだっけ、歌詞カードか、歌詞カードだと思うんですけど、まあこんな感じになってる。で DVD の方はあ、こんな感じ。ん？ DVD だよね。そう、 DVD もホワイトレベルに黒文字で僕以外の誰かの DVD と書いてありますね。珍しいね、あの DVD と CD がホワイトレーベルで同じ、なんていうのか、仕様、ディスクのデザイン。結構レ、あの色が違ったりするじゃないですか、文字の色が違ったりだとか、あのこのレーベルが、あの青と赤だったりとか、なんかいろいろあったりすると思うんだけど、今回ねこれ一緒ですね。ただ CD と DVD が違うだけみたいな感じですね。はい、はい、次ね、こちら、これ歌手カードだと思うんですけど、これ開くと、やっぱり顔、そうですね、歌手カードですね。こんな感じで歌手カードになります。でこれひっくり返すと、裏側こんな感じになります。はい、であとね、なんかこんな、なんかよくわかんない謎の、謎というか、なんか謎のペラペラの紙、なんかまあ、リンクがあるんで、なんかアクセスするとなんかどっかのページ行くんでしょうね。はい、これが1枚と、よくわかんないけどイベント参加券、なんか見せちゃいけないものだとまずいんで一応隠しとく、なんかイベント参加券の券が 1枚と、あと、写真が1枚入ってました。はい、はい、と、はい、次ね、じゃあタイプ B に行きます。簡単に行きます。はい、オープン、チャラリラリン。はい、帯、また同じ帯です。これ色違うのかな、中の CD のね。開けてみます。まず分かんないもんね、開けてみないとね。オープン、チャッチャチャー。お、はい、DVD とブルーレイ、あ、じゃブルーレイじゃない、 CD と DVD、変わんないですね、あのタイプ A と。これは今回全部共通、うん、タイプによって色が違うわけではなくて全部共通みたいですね。はい、こちらがですねタイプ B の、なんだっけ、歌手カードになりますね。こんな感じで開くと歌手カードが出てきて、ひっくり返すとこんな感じになります。はい、例えばさっきタイプB の裏側、こんな感じなんですよ、裏側はね、タイプ B。 表はさっきあの歌詞カードで見てるんですけど、こんな感じ、裏は。はい、で、中に入ってたのはさっきって言ったようにタイプ A と同じこの謎のなんかのリンクが貼ってあって、これアクセスどっかにつながるくんのペラペラの紙と、あと僕以外の誰かのなんかイベント参加券がもう1枚入ってました、 B の方に。はい、あとタイプ B の方に入ってた写真がこちらです。はい、はい、ということでですね、今日はですねこちら12月28日に発売した NMB48 16枚目シングル僕以外の誰か、こちらのタイプ A とタイプ B を買ってみました。まあなんかいつも以上になんか簡単に言ってきちゃってるような感じもしなくもないんだけど、とりあえずね、僕あの今回のこの僕以外の誰かって多分ね一回もまだテレビとかもちょっと最近見れてなかったりして聞いてないと思うんだよね、一回もね。なので、ちょっと時間を作ってどんな曲なのか聞くのが楽しみです。はい、また時間を作ってね、ちょっとずつ聞いていければなと思います。気になる方はですね、下の方にも
リンクの方にね、下の方の説明欄の方にね、リンク貼っておきますので、そちらの方からぜひ、ね、チェックしてみてはいかがでしょうか。ということでですね、まあ、今年最後の動画になると思うので、はい、2016年もですね、1年間ありがとうございました。はい、今年も本当にありがとうございます。はい、皆さんも良いお年をお迎えくださいということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。シャバダバイバーイ。